レクターの顔ドアップ。よし、というわけで準備は進めたんで行きましょう。準備することなんか何もないけどな。さあ、また開けた場所に来たけど、そんな下がらんといて。CIE ルネいるんだろうな。ここそういう意味ではね、もう国際的に大問題になるからな、こんな外国人がいっぱいいる中で。赤赤か、もうトリガーだなこの人。初めて見るタイプだな。魔光兵をちょっとかっこいいと思ったの初めてなんだけど、魔光兵呼んじゃダメだろ。手強いぞ、気をつけろ。あ、ナイス、オッケー。お返したぜ、俺の番だな。よし、じゃあなんかクリティカル持ってかれてるの面白くないし、なんとか欲しいなこれは。マイ、どこ行くのお前。今だ、もらった、もらった、いいぜ。あー、やっと倒した。あー疲れた。いい動きだったぞアッシュ。バチン、ナイスだぜアッシュ。ちょっと水飲んでくる。はい、ごめんなさい、お待たせ。あー、今度からそのパーティー編成もちゃんと考えないといけないね、こんな定員オーバーした時に。よし、掴んだ、レベルアップってか。悪くねえな。やったな。レベルアップです。いい感じだ。そうだね、こんだけレベルアップしてくんないと割に合わないんです。厄介だね、早く精神的に安定させないと。あ、マジか、そりゃお疲れ様ってか、いや、さすが若いね。持ち場離れて大丈夫な。そう思うよな。無理。あー、何が原因だったんだろうそれは。
罪滅ぼしじゃねえのか。強国に喧嘩売ってる罪滅ぼし、それとも同情か。昔の自分を重ねてのな。昔の自分、まあ確かに知らないけどさ、でも気になる節はあったんだよな、あのヒンメル霊園の時。なあカーバイド、卒業したらやっぱうち来るか。ギルドの連中に持ってかれるのももったいない気がしてきたぜ。あしわ、どういうところが向いてんだろうね。でも情報局には行ってほしくないな。ふざけろ、どっちも行くかっつーの。それじゃあ認めるんだ。それは昔の自分を重ねてよ。帝国人である限りあんたも聞く権利はあると思うが。どういうこと。だがまこのまま先に帰って。いや別にいいだろう。そうだ、お前さんが気づいた通りだ。俺の父親は元帝国正規軍第13機甲士団所属将官、ハーメルの悲劇を企てた主戦派にして貴族派の准将だ。え？じゃああのお墓ってレクターの親父で、はじゃあ極刑食らったからハーメルの時期と被ってんのか。認めた、認めやがったな。クレイグ将軍から聞いたか。まあそういうこった。帝国軍人とは名ばかりの虚勢ばかり張ってた小心者、処刑されても仕方ないようなことをしてかしまったバカ野郎だ。マジか、そんな父親を持って。じゃあその時の子供の頃のレクターは、あれ14年前だよね、今25つってたから11歳。詳しく話せや。当事者のくせにここまで俺を振り回してくれたんだからな。あし、やっぱりハーメルの人間かもしんねえな。もうほぼほぼ確定のような気がしてきた。さっきの認めやがったなっていうさ、土星もなんか当事者、被害者じゃないとなんかそんな言葉出ないよね。やれやれ、面白い話じゃないだろうが。そうだな、もう14年も前になるのか。11歳のレクターからしたらどんな気持ちやったんやろうな。ラマール、領地も借位も持たない、あマラソンで何人かそういう人いたな。一人だっけ、何人もいねえや、一人だったと思う。サンクト地区にいらっしゃったね。貴族の最下層、平民と変わらない暮らしぶり。俺も楽器の頃は貴族じゃなくて平民のたちの方が多かったくらい。正規軍では非主流の貴族派に属し、大貴族の顔色ばかり伺ってた親父に同情すらしていたくらい。小心者でお袋にも逃げられて、でも悪人にはなりきれない。そんなしょうもない、それでもたった一人の家族だった。無事成し遂げられたら、これおいつめ、
追い詰められてあのことを起こしたっていう話も聞いたけど、追い詰められてさらに最下層たちはもともと追い詰められた状況に、なんかさらに立場をなくしつつある状況だったからっていうこと？じゃあもう完全に主犯？完全に主犯か。もうこんな。もう流れ的に主犯だよな、これ。軍事裁判、ああもうこれは聞いた通りだね。うん、完全に聞いた通りだな。もうここからは、ターかこれが残された息子。どうして魔が差してしまったのかという困惑、それから息子への謝罪。で、ハーメルの話をしたのをみんな覚えてます？まあもうあの時にペラペラ喋ったから詳しいこと省くっちゃ省くけど、いや、もともとね違和感感じてたんですよね。なんか合理性のかけらもさ、みじんも感じなかったっていう話をねしたんですけれど、これが目的？追い詰められた、さらにプラス追い詰められてるみたいな、なんか二重の事情があったみたいなのはもう分かったけど、そして後になって終わった後にこれ、どうして魔が差してしまったのかという困惑。人情的に考えればそりゃそう思わざるも得ないんだけど、いやなんかちょっとわからん。これ悪人やさ、サイコパスでもさこんなことやんないって話したけどさ、何これ。え、ちょっと待って、何これ、全然わからん。俺が困惑する。これすべてを達観して世を儚むのは早かろう。いつか父の仇を討つという目的でもいい。私のもとに来てこの世に生を受けた意味を見出してみるがいい。おつぼん、待って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 、人情的な意味でもなんか情報が多すぎるんだけど。
ちょっと待って、なんかクレアの剣もそうだけど、やべえやべえだろこいつって思ってたやつのさ、なんか内面がどんどん明かされて、俺が困惑する。これこんなこと諦めずに生き続けてくれとかさ、なんか後悔とか困惑とか、ありきたりちゃありきたりだよ確かに。じゃあこんな人がなんでやったのって話になるし、まあ事情は、まあ二重の事情が重なってたっていうのはわかるけど、結局後悔するんでしょ。どうして魔が差してしまったのかという困惑、なんでやっちゃったんだろうっていう困惑があって、でオズボン皇帝陛下とのやりとりもそうだったけどさ、自分のやろうとしてることにさ、なんかなんていうの、後ろめたさを感じてるとかあったし、これオズボーンの口からこんな言葉出るとも思わないんだけど、すげえレクターのこと心配してるやん。クリアの親父の件もさ、サブイベもそうだったけどさ、家族思いとしか思えないような行動してたじゃん。ちょっと意味わかんないんだけど、さっきからえ？全員が全員どんな事情抱えてんの？わけわからなくなってきたぞ。要するにてめえはハーメルの仇の息子ってわけだ。たとえてめえ自身が手を汚してなくても。いや、さっきも言ったように俺は親父の言葉に予感を感じてた。多分それは俺の能力で、それを生かして止める方法もあったはずだ。その意味じゃ俺も同罪だろう。ガチクソの罪悪感抱いて、もうデクターの珍しい面も見ちゃってるけど。いいんだシュバルツァ、こいつが求めてるのは真実。俺はそれに応える義務がある。さてどうする、アッシュカーバイド。今日つけてきたのもそれを確かめるためなんだろう。てめえについては分かった。だが判断は保留だ。何？俺がどうするかは俺が決める。てめえの挑発には乗らねえ。うん、さすがアシといったところか。冷静なんだよね、いざという時は本当に。ちなみにアランドール、リベールの学校に留学したってのは親父がしでかした罪滅ぼしのためか？あ、そうなんだ。別にごめんなさいって言うつもりもなかったんだろうけど、自分の親父がしでかしてしまったその相手国どんなところだったんだろうみたいな。てめえにその顔をさせただけでも少し留飲が下がった気がする。本当に、何この顔、何この顔。そんじゃな、二人とも。シュバルツァーもとっとと戻るんだな。てめえが言うんじゃねえ。うん、そりゃそう。ったく、一本取られたな。うん、こっちもだよ。一番、本当に一番スペック高いと思う、新7の中では。うん、もうハーメル確定だね。おっと、そいつに関しては
俺からはノーコメントだ。確かにお前の口からは、いずれあいつ自身の口から聞く機会もあるんじゃないか。うん、できればアシの口から聞きたいってのもあるし。そうだね、ちょっと聞き耳、前回のショーで聞き耳立てちゃったんだけど、その時の情報を統合すればそうなるよね。ちなみにシュバルツァー、多分将軍から聞いてんだろうが、敵っていうのはお前さんにもだぜ。だね、その数日後にハーメルの悲劇だろ。ある意味ハーメルの意地か、ある意味ね。そうか、ま、せいぜい頑張んな。ギリアスのおっさんは手強いぜ。最近じゃ俺もあんまり話せてないくらいだしな。そうな、っていうかね、レクターさ、お前ギリアスつ、ま、鉄血大将のこと嫌いでしょ。拾ってもらって、なんかすごい心配されて拾ってもらってはいるけど、多分嫌ってる理由これだな。さっき話された、自分の親父を殺したのは他でもない、まあ自業自得っちゃ自業自得だけど、他の誰でもない自分の親父を殺したのは鉄血宰相じゃん。その鉄血宰相に拾われて、まあ心配されて拾われてはいたけれども、嫌ってる理由の一つ多分これだね。ようやくわかったわ。突き従っておきながらさ、なんかすごい嫌ってる節があるのはなんだろうなって思ってたんだけど、でも不思議と嫌悪感はないのは、大貴族に、まあ、証拠隠滅のために大貴族に狙われようとされてたところをさ、保護されたようなもんだから、嫌悪感は抱いてないのはそういうことか。ちょっとようやくレクターのこと、まあ、急ではあったけどわかったね。その息だ。今日は助かったぜ。礼を言わせてくれ、リン。え、こちらこそ。まあ祝賀会までせいぜいお仲間と楽しんでくれ。いや、ちょっと本気でレクターと仲良くなりたいと思うようになっちゃった。仲良くしようよ本当に。だる。行こっか、じゃあ。おかわり来ましたよ。なんとまあ、それぞれの人間の事情がさ、やっぱり垣間見えたけど、レクターの件が一番驚いたね。そっか、自分の父親が主犯だったんだ。よし、やっぱりなんかいろいろハーメルにつながってるものがちょっと多いね。かなり鉄血宰相の件もハーメルにつながってるみたいだし、まあ、リーンもそれに連なって、それに深くなんか関わってそうな。よし、アッシュもだね。でもさ、ちょっと分かんないことだらけ。分かんないっつうかさ、聞いてて困惑するものがやっぱりあるね。まあ、さっき話した通りだけどさ、なんか人情面において、さてと、俺の理解できない何かがあった。
もしさ、ハーメルを機にいろいろ変わったものが出てきたんだとしたら、鉄血大将も含めてね、いろんな事件を起こしてるの、もう確実にさ、もう結社2よりも帝国政府と知性、まあ引いては鉄血大将オズボーなんだけど、ハーメルを機にもし何かが変わってしまってたんだとしたら、でもハーメルの件を引き起こしたのは、まあ裏でこそこそやってたワイスマンでしょ。でもそのワイスマンも死んでるし、真の敵は撃たれてるよね。ワイスマンの背後にさらに誰かもう一人いた。で、オズボーンはそれに気づいて、その牙を向けた先が共和国？流れ的にはそうなるよね。でも、うん。今はそう考えとこっか。ワイスマンの背後にさらに誰かもう一人いたって考えよう。さてと。現状を見ればその背後は共和国にいる可能性があると考えとこう。でも共和国にいるとしてさ、帝国各地で起きてるさ、プレロマ層とかの異変は何なん？それで知性と手を組む理由は何？ってことにならない？よし、地区係で全部聞こう。お相撲に全部聞こう。リンがここまで話整理できてるかは知らんけど。じゃあとりあえず一旦長かったんでここまでにしますね。お疲れ様でした。